マカオ景気鉄路は中華人民共和国マカオ特別行政区で開通した新交通システム2008年から現地調査が開始三菱重工業が建設を受注し建設費は46億8800万パタカになると見込まれている2019年12月10日にタイパ島のタイパバ島駅から海洋駅にかけて供用を開始した計画路線の全長は 約2 1トルである。路線は、関東省主海市、くぬぎ川北口岸との出入り境検査場が位置する、関港広場から、西湾大橋を経由してタイパ島へ渡り、埋め立て地である個体、マカオ国際空港を経由し、終点のタイパフェリーターミナルに至る。ZH、マカオ軽木鉄時建造研究法案も、参照マカオには、鉄道やモノレールといった、 軌道系交通機関は長らく整備されなかったため、公共交通機関はバスとタクシーのみであったが、交通渋滞により輸送の定時性に問題を内包していた。景気鉄路計画は公共交通機関の定時性を改善すべく計画された。2002年、マカオ政府は香港 MTR に市内交通の研究業務を委託している。2010年4月12日、 三菱重工、ドイツのシーメンスと中国本土の中国土木工程のコンソーシアム、カナダボンバルディアと本土の中国路橋工程のコンソーシアムが入札に応募し、三菱重工業が提案する香港国際空港のほか、シンガポールやアメリカ合衆国の空港などへの納入実績がある新交通システム、クリスタルムーバーが採用された。マカオケーキ鉄路の車両マカオケーキ鉄路、 タイパ線第1基路線、マカオに、LRT 建設11年開業へ。サーチな。http コロンスラッシュスラッシュニュース .searchina.ne.jp スラッシュ disp.cgi, y イコール 2007&, d イコール 1015&, f イコールビジネス1015-011 shtml 2008年11月25日、閲覧。 マカオ LRT タイパ戦12月10日、開業。年内は、運賃無料、日本製車両が走るイコール現地発の鉄道。マカオ新聞。2019年12月8日閲覧。ABCDE、三菱重工が、マカオ LRT 受注。480億円。ユリカモメガタアップム。運輸。 な、アジア、http コロンスラッシュスラッシュニュース .nna.jp スラッシュフリースラッシュニューススラッシュ 20110105hkt0028.html2011 年1月8日閲覧。マカオケーキ布設のための空間が準備されている、AB 香港鉄路の完全子会社。ありがとうございます。